いいハガツオが手に入りました。この子はお食事中に捕まっちゃったみたいです。頭と内臓を外し血合いを取り除く。スプーンでやると身に余計な傷がつかないのでおすすめ。この硬いところは包丁が入りにくいので逆包丁を入れてあげるとさばきやすいです。引っ張ると取れます。脂もあって綺麗な身をしています。腹骨をすいて血合い骨を取る。鮮度抜群。軽く塩を当てて炙る。冷やす。玉ねぎとニンニクは外せない。刺身を引いて盛り付けていく。焼いた皮目と身のコントラストが食欲をそそる。ニンニクを乗せ玉ねぎごとつかみ上げる。ハガツオ最高。